はい、こんにちは、116インズです。今回はアスレチックスの補強にまつわる話をしていきたいなと思っております。皆さんご存知の通り、アスレチックスという球団は MLB の中でもあまりお金の面では裕福ではない球団なんですけれども、ただそんな球団でもマネーボールに代表されるように知恵を絞ってお金がないなりの工夫をして強いチームをこれまで作り上げてきまして、昨年に至っては7年ぶりに AL 西地区を制し、お金がチーム作りにおいては全てではないことを証明するようなシーズンを送りました。ただそんなアスレチックスでも昨年どのチームもそうでしたが、コロナが直撃しまして、ただでさえコロナがなくともお金に余裕のない球団の代表格であるアスレチックスですが、例年以上に財政面で苦しい状況を迎えています。ペイロールも昨年と比べますと下がる見込みとなっているアスレチックスですが、このオフどのようにして補強を進めているのか、今回の動画でご紹介したいなと思います。昨年地区優勝を果たしたアスレチックスですが、主力の選手を含めましてすでに6人の選手が他球団へと流出してしまっています。絶対的な守護神であったリアム・ヘンドリックスはホワイトソックスと契約しましたし、またチームのショートのレギュラーとして活躍し、2019年には MVP 投票トップ3にも入ったマーカス・セミエンはブルージェイズへ移籍。昨年のシーズン途中で獲得したトミー・ラステラー、それからマイク・マイナーはそれぞれジャイアンツ、ロイヤルズと契約。ここ2年間のブルペンを支えたホアキム・ソリアや外野で渋い活躍を見せていたロビー・グロスマンも移籍してしまうなど、昨年地区優勝を果たしたチームに結構穴ができてしまったんですね。通常これだけの選手が一気に流出してしまうと、自前の若手選手だけで賄うのも限界がありますので、普通は FA 市場で補強に動くなどその穴を埋めるための努力をするところではあるんですが、ただアスレチックスは2月に入るまでほとんど目立った補強がないような状況だったんですね。昨年地区優勝を果たしながら多くの選手が流出し、かといってこのオフのカブスのようにチーム解体に動いているわけでもないので、アスレチックスはコンテンドする意思はあると思うんですが、であればなおさら補強に動かないというのも変な話ですよね。ではなぜアスレチックスは2月に入るまで補強に動かなかったのか、これに関しては動けなかったという表現の方がおそらく正しいのかなと思っておりまして、アスレチックスは本当にお金がないらしいんですね。そのアスレチックスの厳しい財政状況を物語っているエピソードとして、チームがセミエンに対して提案した契約案がありまして、アスレチックスはセミエンがブルージェイズと契約する前に彼に対して1年総額1250万ドルの契約の案をどうも提案したらしいんですね。これは正式なオファーではなかったらしいんですけれども、チームとしてはセミエンをできればチームに残したいという意思はどうもあったようなんですね。1250万ドルという金額は確かに昨年のセミエンは不調でしたが、先ほども触れましたが2019年は MVP 投票トップ3に入り、ウィンズ・アボブ・リプレイスメントでも 8.9 を叩き出したショートに対しては、まあ、ちょっと安いのかなと思うような金額ではありますが、ただアスレチックスとしては最大限出せるような金額を提示していたようにも思われました。しかしこの契約案には実は続きがありまして、この1250万ドルは1年間で支払うのではなくて、そのうちの1000万ドルはなんと10年間で後払いするというとんでもない契約だったんですね。要するに毎年100万ドルずつセミエンに対して支払っていくような契約となっていたわけなんですが、まあそらセミエンはブルージェイズとの1年総額1800万ドルの契約を結んだのも納得だなとは思ったんですけれども、ただそれだけアスレチックスは今お金がないということがこの契約の案からもちょっと伝わってきますよね。セミエンクラスの功労者であっても現在のチームは250万ドルくらいしか支払うことができないという意思表示にもなってしまいますし、実際このセミエンに対するオファーが報道された際に、これはセミエンに対する侮辱だという声も一部では上がっていましたね。そしてアスレチックス自身も外部に対してお金がないということは伝えていたようなんですね。昨年までアスレチックスの番記者を務め、今年からジャイアンツの番記者となったサンフランシスコクロニクルのスーザン・スラッサーという記者がいるんですけれども、この方のツイートによれば、アスレチックスは選手たちの代理人に対してお金がないということを伝えていたらしく、実際セミエンに対して提示した契約の案ですとか、またこのツイートはセミエンがブルージェイズと契約した後にツイートされたものなんですけれども、その時点のアスレチックスはほとんど補強に動いていなかったことも考えますと、本当にお金がなかったというのはどうも事実なようなんですね。こういった話が出てくるほどに金銭面で困窮すれば戦力補強なんて到底難しいでしょうし、このような状況に陥った球団の多くはチームの解体に動いています。カブスはこのオフダルビッシュ選手をトレードしました。インディアンスも同じようにフランシスコ・リンドアをトレードしました。そういった動きは決して珍しいものではありません。でもアスレチックスは解体には舵を切りませんでした。
ここにはチームのコアが揃っているうちにチームとして結果を残したいというフロントの思惑があるのではないかと思っています。そのコアとはサードのマット・チャップマン、そしてファーストのマット・オルソン、2人のマットですね。チャップマン、オルソンともに今年初めて年俸調停の資格を得まして、2人とも今年を含めてあとチームが3年間保有できることとなっています。しかしこの2人はここまで順調な MLB キャリアを送ってきたため、年俸はすでにチャップマンが649万ドル、そしてオルソンが500万ドルとアスレチックスとしては決して安くはない水準となってきています。彼らの実力を考えれば近いうちに年俸が1000万ドルの大台を超えることはおそらく間違いないでしょうし、チャップマンに至ってはそれが来季の可能性すらあります。いくら制度上あと3年間この2人を保有できたとしても、アセチックスの財政状況がそれを許さない可能性があり、近い将来彼らのうちどちらか、あるいは2人とも手放す展開も全くありえない話ではないと思っています。今後2人の年俸は上がる一方です。今が一番彼ら以外の選手にお金を使うことができ、戦力を整えることができる時期とも言えるんじゃないかと思っています。アセチックスは彼らがいるうちにコンテンドしたい思いは間違いなくあると思いますので、だからこそ未だにチーム解体に踏み切っていないのかなと思っています。とはいえ内緒では触れません。アセチックスが今お金がないということもまた事実ですので、どうにかして今年使えるお金をどこかから持ってこなければ、アセチックスが補強に動くことは到底無理な状況でした。ここでアセチックスは知恵を絞り、非常に興味深いトレードを成立させました。それが2月頭に成立したレンジャーズとのトレードでして、このトレードではエルビス・アンドラス、そしてクリス・デイビスという2人の、まあ年俸の割には近年の活躍が見合っていない選手が動くトレードとなりました。アセチックスはセミエンが抜けたショートの穴をアンドラスで埋めることができましたが、しかしデイビスは契約が残り1年なのに対して、アンドラスは契約が残り2年と2800万ドル。さらにアンドラスは契約上トレードされた際に、打席数に応じて発動する3年目のオプションがプレイヤーオプションに変わり、これはつまり選手側に3年目の契約権があるということになりますので、長期的にアセチックスのチームのペイロールをこのアンドラスが圧迫してしまう恐れがあるんですよね。で、おまけにアセチックスはこのトレードで控え捕手以上となれそうなプロスペクトであるジョナ・ヘイムと、それから昨年のドラフト40名右腕のデーン・アッカーも放出しています。長期的な財政リスクをレンジャーズから引き受け、さらにはプロスペクトまで放出するのはかなりハテナマークのつくトレードのような気もしますが、一方でアセチックスはこのトレードでレンジャーズからアンドラスの年俸負担分として1350万ドルを受け取ることができました。この1350万ドルは2年間にわたってアセチックスに対して支払われるようですが、デイビスとアンドラスの年俸の差分、さらにはレンジャーズから受け取ったお金を合わせまして、アセチックスはだいたい今年の補強に使える資金を1000万ドル前後確保することができ、さらにはショートの穴をも埋めたわけですよね。このトレード単体で見た際には、正直私自身レンジャーズに旨味の多いトレードだなと感じていましたが、ただアセチックスが今年もコンテンドするためと考え直したところ、なるほどこういった動きもありだなと感じましたね。もちろんセミエンからアンドラスだとショートの戦力ダウンの感は否めませんし、アセチックスはどうにかしてアンドラスを生かす方法を考えなくてはいけませんが、ただお金に困窮しているなりの面白いアイデアだなと思いましたね。そして補強資金を得たアセチックスは早速補強に動きまして、トレードの報道が出た直後に先発投手のマイク・ファイヤーズと再契約を結び、さらにはその後ブルペン補強を進めまして、ユズメイロ・ペティとセルジオ・ロモと契約を結んだと報道されていますし、またドジャースとのトレードでは左のスペシャリストであるアダム・コラレックを獲得しています。特にブルペンは絶対的守護神であるヘンドリックスが抜けていますので、格安ながら実績のある選手を連れてきたあたりはさすがですね。唯一ファイヤーズの契約はなぜ彼なのかという気持ちもしましたけれども、ただ一方で今シーズンは昨年から100試合以上スケジュール上増えまして、でアセチックスのローテーションにはルザルド、マナイア、そしてパクと怪我の懸念のある選手も多いことから、イニングをしっかり食える投手を選んだこと自体は納得できる部分はあるかなと思っています。補強はしましたが、それでも全体的な戦力は下がってしまった感じはしますが、ただ今季の AL 西地区は明確なフロントランナーのチームがいませんので、その中でアセチックスは十分優勝も狙えるような戦力をとりあえずは用意できたのかなと思います。ということで、お金がないなりの工夫でお金を工面し、とりあえずの戦力を整えたアセチックス、ロモやコラレックという変則的なリリーフを集めたのも、もしかしたら何らかの意図があるのかもしれませんね。厳しい状況に直面してはいますが、今季も AL 西地区の中で手強いチームとなりそうです。チームとしてはなんとかチャップマン、オルソンがいるうちに頂点を取りたいと思っているでしょうが、それは果たして叶うのでしょうか。
ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですねメールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。